政治告発されたはい。ほんで、去年年末まではね、検察庁の方は僕らの刑事告発に対してその慎重に審査していますということであまり動いてなかった。で今年に入って1月の15日になってね、初めて受理して、捜査ということで、それ以後は15の日に街頭宣伝だとかそういうなんでこういうのを使って、宣伝をしてきたということで、まあ、当初はね克行と案里には説明責任を果たせというかそれを常に言ってきたということと、で検察庁に対してはね法に基づいて厳正に調査せという主張をずっとしてるからです。そうすると告発が実ったっていう感じですか。僕らからすればね、だけど、まあ、実際中身の点というかそういう点では僕たちは河合克行と案里の2人を刑事告発してるんですよ。で、まあ、それはまあ地元の人はみんな知ってるけどやっぱり主犯は明らかに2人っていうかいうこと で捜査が始まる中で1億5000万円というのが自民党の本部から2人の事務所の方に送られたというのが明らかになった。まあこれでねよりおかしいっていうかでその1億5000万円をどういうふうに使ったかっていうかいうのがね今焦点になっているし、まあ、これについても説明責任をっていうんで僕たちは安倍首相と自民党の本部と自民党の県 でそれから与党で応援した公明党に対して公開質問状を出したんですよ。で、まあ、そういうのをやってきて、まあ、安倍首相と公明党からはね返事はなかったけど自民党の本部と県連からは返事が来たんですよ。どういう返事だったの。自民党の本部はね、定例の記者会見をしてるんで、それをホームページに載せとるんで見てくれたんで、まあちょっとふざけとるというか、そんなような内容でした。で、県連の方はね、僕たち の, 561人の告発っていうのは重く受け止めていますという話と、でそれから、溝手陣営は1500万でしょ。それに対して河合の方が1億5000万というか、なんでこの差をつけたのかとについては県連の方もわしらにもわからんというかいう話をしてる。で説明責任についてはね県連も2人については説明責任を果たすべきだと、まあ、そういうことを返事はしてきたというかいうことだったんですよ。